アルベルト・フォン・ルコック・アウグスト・アルベルト・フォン・ルコックはドイツの考古学者で中央アジア探検家。アルベルト・フォン・ルコックは商人のアウグスト・フォン・ルコックの子で父から中央ヨーロッパと東ヨーロッパの醸造所とワイナリーの形で遺産を相続した。その資本によってルコックは旅行やベルリン民族学博物館での学習が可能になった。ルコックは 同博物館のインド部門の長であるアルベルト・グリュンベーデルの補佐となり、中央、アジア、特にシルクロードに沿った土地の探検隊を組織した。グリュンベーデルが第二回のトルファン探検への出発を前に病に倒れるとルコックが探検隊長になった。探検では、新教の仏教、マニ教の入り組んだ石窟寺院に出くわした。 石掘中の写本の多くは発掘中に損壊された。石掘中のいくつかの壁画について、アーリア人の文化を題材にしたものであり、フランク族と関係があるかもしれないとルコックは考えた。また、タリムのミーランについても記述している。助手のテオドール・バルトゥスの助けを借り、ルコックは3 6 0ラム以上に上るフレスコが増他の文化財をのこぎりで切り取って305箱に、 詰めてベルリンまで運んだ。この貸し出しについて探検当時のトルキスタンの紛争によるものとルコックは正当化している。文化財の一部はプリンツアルブレヒト通りの民族学博物館で1944年まで展示されていたが空襲によって重大な損壊を被った。しかし多くの品はおそらく主に戦争のためにそれ以前に疎開させてあり、現在は ベルリンの国立博物館中のアジア文化博物館が像している。ルコックの墓はベルリンのダーレム墓地にある。以下は東洋文庫所像基調書デジタルアーカイブで閲覧可能。ありがとうございます。